中日ドラゴンズ村松選手、田中選手、福永選手の新人3選手が猛アピールを見せています。この新人3選手のアピールで高橋周平選手であったりリューク選手も全く安泰な状況ではなくなっています。では新人選手の現在地、レギュラー争いについて深掘りしていきます。村松選手はまず11日のサムスン戦で猛打賞を見せています。小柄ながら力強いバッティングを見せる村松選手、リューク選手であったり田中選手あたりと比べても力強さ、バッティングのパワー、このあたりは大きく上回っているかなという印象があります。11日のサムスン戦では5打数3安打のフォアボール1つ、4打点、2塁打1本としっかりと長打も放っていますし、勝負強さも見せています。田中選手であったりリューク選手のような超俊敏な守備、アクロバティックな守備、こういったところの印象はないんですけれども、肩がとても綺麗で堅実な守備力っていうのは間違いなくある選手で、レギュラー候補の一人です。首脳陣からしても村松選手はプロで戦っていけるレベルの守備力があると、このあたりを評価されています。井端さんは体の強さもあるし将来的にはショートもありなんじゃないかと、そういったコメントもしていました。12日のサムスン戦では2打数でヒットなしということにはなりましたけれども、レギュラー筆頭候補として間違いないでしょう。では田中美希也選手も好走守3つでアピールと、こちら見てみましょう。田中美希也選手なんですけれども、シートバッティングではインコースを思いっきり引っ張ってツーベースを放ったり、ヒットを連発していました。そしてサムスン戦11日は3打数1安打フォアボール1つと、しっかりとヒットを放っています。盗塁もこの試合1つ決めておりまして、やっぱり走塁面でのアピールというところもできています。守備での俊敏さ、走塁面、ミート力の高さというところはもうすでに発揮しておりまして、今の段階でも守備は本当にプロの中でもトップクラスなんじゃないかと言われるぐらいの守備範囲、そして動きの素早さっていうところが見られています。そして荒木コーチは守備範囲は前世紀の菊池選手くらい、走塁に関しては周東選手くらいと、これぐらいの評価をしています。ただ、課題としては守備での確実性、例えばボールに衝突しないで、しっかりと取っていくとか、打撃での力強さっていうところは今後の課題になってくるかもしれません。12日のサムスン戦では田中選手2打数ノーヒットとなっておりまして、バッティング面でのもう一歩アピールというところが見たいなという印象です。では福永選手もまだまだ負けてないと、こちら見てみましょう。セカンドのレギュラー候補の一人として村松選手、田中選手とともに最初名前が挙げられていた福永選手でございます。ただノックの動きを見る限り、セカンドよりもサードの方が適性は高いのかなという印象はあります。セカンドの守備っていう面で言うと村松選手とか田中選手の方が、正直レベルは高いかなと思います。ただサードでサムスン戦でも出場していますし、サードとして今後育てていくというチームの方針も出てきたかなというふうに思います。打撃練習では柵越えをかなり放っていたりとか、シート打撃でも二塁打とか長打力が高いなという印象を受ける選手です。やっぱり身長的にも180センチありますから、セカンドよりはサード向きなのかなとも思います。サムスン戦11日の試合では6打数2安打二塁打と三塁打を放っておりまして、やっぱり長打力っていうところが福永選手の良さなのかなと思います。石川選手は開幕今のところは間に合わないという報道になっていますから、サードとして開幕1軍ベンチ入りというのも福永選手少しずつ見えてきているのかなという状況でございます。続いてリューク選手も全く安泰な状況ではなくなったと、こちら見てみましょう。リューク選手、2023年はショートのレギュラー間違いなしかとも思われたんですけれども、新人選手の活躍もありまして安泰ではなくなってきました。2022年は62試合の出場で2割4分8厘のホームランなし、出塁率2割8分3厘、守備使用がレンジ R プラス 6.8、UZR 1000イニング換算がプラス 15.4 という数値になっています。バッティングの面でいきますと、素晴らしい成績とまではいかないですけれども、年数を考えればいい結果は残ったかなと。そして守備使用に関しましても、ショートの守備でこれだけの成績を残せる、これだけ若い選手ということで、間違いなく今後も期待できる選手です。他の選手ができないようなアクロバティックな動きとかも見られたりする選手で、守備力はかなり高いですし、将来性もすごく高いと思います。ただ打撃面での力強さっていう部分にはかなり課題があるかなというふうに思いまして、ピッチャー目線で見てもやっぱり怖さっていうのが今のところはまだない選手だと思うんですね。あとは1年通した時にどれぐらいの成績が残るかっていうところも未知数ではあります。なのでレギュラー
ラー安泰ということは全くなく、田中幹也選手とかとショートを争うような形になってくるのかなと。あとは盗塁かもしくは長打のどちらか伸びてくると、もっともっと使いやすいいい選手になってくるのかなという印象もあります。では高橋周平選手も厳しい戦いになってくると、こちら見てみましょう。高橋周平選手なんですけれども、ここ2年は打率が2割5分付近、そしてホームランも5本以下という数値になってしまっています。サードの守備力っていうのはやっぱりかなり高いですし、シートノック見てもサードの守備力は他の選手よりもかなり上手いなというふうに思うんですけれども、サードというポジションを考えるとやっぱりもっともっと長打が欲しい、もしくは打率がもっと欲しいというところだと思います。福永選手はそれなりに足は速く、なおかつ長打もあるということになってくると、高橋周平選手よりもいい結果を残していく可能性っていうのが将来的には十分ある選手ですね。開幕スタメンというところで考えると、今の時点では高橋周平選手が勝ち取るという可能性がかなり高そうではありますけれども、あとは開幕してからの結果次第というところになりますよね。石川選手も復帰するということになってくると、福永選手、石川選手、高橋周平選手3人で争うような形になってきますから、高橋周平選手も結果を残していかないと、一軍に残ること自体も結構難しくなってくるのかなというふうに思います。では新人の浜選手もアピールしていると、こちら見ていきましょう。新人の浜選手は2軍スタートにはなっているんですけれども、しっかりとアピールをしています。シートバッティングではインコースの直球を引っ張って長打を放つ、フリーバッティングでは柵越えも見せるなど、力強いバッティングというところを結構見せてくれています。片岡二軍監督は浜選手について、身体能力が高い、ポテンシャルが高いというところをとても高く評価しています。ただショートをやってまだまだ日が浅いから、まずはファームで基本を固めていって、例えば守備の形とかそういったところをしっかりと固めてから一軍という育成プランがあるようです。村松選手とか田中選手、そして福永選手とは違った魅力があるというふうに話しているんですね。走れるし長打も打てるし、バネもあって、アクロバティックな守備も将来的にはできるようになるんじゃないかと、そういった選手ですから、例えばリューク選手とか田中選手に加えて、浜選手もショートのレギュラー争いに加わってくる可能性っていうのは十分あるかなという状況ですね。50メートル5秒9、遠投125メートル、マックス149キロ投げる、そして58試合で独立では37盗塁決めていると、好走手揃った選手です。では新人選手のレギュラー争いへのファンの声見てみましょう。レギュラー争いへのファンの声ですけれども、ショートはリューク選手と田中選手で併用、セカンドはひとまず村松選手でいいんじゃないか、こういう声がちらほら見られています。村松選手はリューク選手とか田中選手みたいな俊敏な動きで守備がうまいとか、そういったタイプではないんですけれども、硬さがあって思った以上にうまいし、レギュラー筆頭候補なんじゃないかと。バッティングもやっぱり力強さがありますし、長打も期待できそうです。サードに関してはやっぱり周平選手スタートで、石川選手の復帰がもし遅いとかってなってくれば、福永選手もスタメンで起用しつつ、結果が出た方をレギュラーで使っていくとか、そういった流れになるのかなと。ショート田中選手、セカンド村松選手のコンビ、これを見れるとすごくワクワクするといった声が上がっています。以上です。